2月で65顔のシワは増えてゆくばかり仕事に追われこの頃やっとゆとりができた父の湯飲み茶碗は欠けているそれにお茶を入れて飲んでいる湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている今年9月で64子供だけのために年取った母の細い手漬物石を持ち上げている顔を見てると人生が誰のためにあるのかわからない子供を育て家族のために年老いた母母がこたつでお茶を飲み若い頃のことを話し合う思い出してる夢見るように夢見るように人